吉田さん、今の時代収入の取り方を大きく変えなければいけないのかもしれませんね。例えば以前までだったら40代だろうが50代だろうがハローワークとか就職専門誌を見てですね、会社の面接に行って履歴書を書いて、で一生懸命頑張りますってよろしくお願いしますっていうふうなプロセスを取ったわけなんですけども、でも正味40代とか50代でどっかに採用されて月給20万とか30万もらったとして、それがですねステップアップコースに乗って10年後とか20年後50万とか60万とかになるっていう道はほとんどないと思うんですよ。そればかりか若い上司とかに使われて結構ねお互いに難しい思いするんじゃないかなと思いますよね。でも今の時代ってのは別に就職しなくてもお金は得れるわけですよ。だから転職するよりもそっちの方を見た方が可能性は随分高まるのかなと思います。今朝の方法でも今朝の、ね、放送でも私申し上げたんですけども、20代30代は相対的にネットビジネスよりも会社員になる方が稼ぎやすいし、まあハードルも低いと。でも40代とか50代になってくると会社員になることを選ぶよりもネットビジネスなり FX を一からやった方が多分目標達成には近いんじゃないかなと思うんですよね。そういうふうな頭の切り替えをしなくてはいけないのかなと思います。やっぱり私たちがね20代30代の就職活動をしていた頃の気持ちで40代50代っていう時間軸を捉えちゃダメなんだろうなと思いますね。